はい、ここはですね、YouTube のコーナーになっております。皆さんもご存知の通り、私のビジネス、そして隠居 TV のこの趣旨っていうのはですね、皆さんに YouTube を中心とした、そして YouTube を前提としたビジネスをやっていただきたいということなんですよね。なぜこうなるかと言いますと、2つ理由があります。今まで私たちは放送や映像を勝手に自分で行うことができなかったんですよね。でも、なんとですね、YouTube ってものが無料でそれを私たちに与えてくれたんですよ。だから使わない手はないかなってことですよね。で、2つ目は影響力の問題です。私たちは商品を売る際に、主に店舗とか会社をやってると、広告というものを出します。広告は何かというと、まさに放送なんですよね。チラシですとか、それから、音声、ラジオですね。そしてテレビ。こういったもの、雑誌もありますけども、こういったもので、人が集まるような面白いコンテンツ、興味深いニュースなどを盛り込んでいるから、そこに出す広告が多くの方の目に留まって、結果売れるってことになりますよね。ただ、雑誌や新聞、それから小さいとはいえども、ミニコミ誌とか地域のチラシに何かね、自分の商品を紹介しようとすると、審査もありますし、費用も高いです。しかも繰り返し出すためには、ものすごく最初にね、費用の負担しなければならないんですよ。私たちは資金が最初ありません。資金がないところから広告費なんてとても払えませんよね。ですんで、お金を使う代わりに、YouTube で自分なりのコンテンツ、要するに面白い動画とか、ためになる動画とか、逆にですね、どうしようもないつまらない動画とかを出して、とにかく人の興味を引くわけなんですよ。で、しばらくね、やっていると、その YouTube に人が集まり出します。そういった方に対して自分の商品を紹介するっていう流れを作るのがビジネスの王道です。しかも0円でできる王道です。ビジネスで大切なのは、最初に資金をドカーンとかけて、それを回収するというスキームを使うんではなくて、最初にとにかく0円でやるってことなんですよ。今、0円でやる、そういうふうなツールに溢れてます。その最高のものが YouTube なんですよ。皆さんも YouTube を開けない日って多分ないと思うんですよ。ということは、YouTube を開けない日がない人がたくさんいる中に、自分の YouTube がないっていうのは、ものすごく損だと思いませんか？ね、YouTube 以外に自分の存在や自分の商品、自分のビジネスを知らせる機会っていうのはないと言ってもいいぐらいです。SNS っていうのはね、ありますけども、Facebook とか Twitter とか、YouTube に比べると効果は薄いんですよ。じゃあどちらから先にやるかってことなんですけども、最も単純、簡単で、最も影響力の出る YouTube が必須かなと思います。このコーナーでは YouTube の使い方について皆さんと一緒に勉強していくコーナーです。私もね、YouTube を使ってくださいという以上、一定の影響力があると思います。その一つがチャンネル登録1万人というものを今作り上げたってことなんですよね。思えば2年前、まだ5000人ぐらいだったと思います。4年前になってくるとね、本当に2000人ぐらいだったと思うんですよ。でもコツコツと毎日 YouTube を作る中で、いろんなテーマを扱っていくと人は集まってくるんですよね。で、そこに対して私は速稼塾ってものを知っていただくっていう機会を設けたり、 FX に興味を持っていただいたり、暗号通貨ってものの説明をして、なるほどと思っていただいたりとかね、そういうふうな形でここまで来ております。きっとですね、今この動画を見てるあなたも、私の何らかの言葉や何らかのアクションに、なんかこれはもしかしたら信用できるかもしれない、信頼できるかもしれない、何か自分を変わるきっかけをつかめるかもしれないっていうふうに感じていただいたんじゃないかなと思います。で、最後になりますけども、私はね、多くの方がご存知のように、広島市中区本通りで40歳になるまで麻雀店やってました。全然儲からなかったです。広告を出すお金もありませんでした。で、YouTube を始めた頃に、まだ Wi-Fi がなかったんで、ものすごくね、YouTube が受けなかったんですよ。で、だいたい43歳の頃ですね、私がね、YouTube がブレイクしたなと感じる頃、お店はその YouTube の影響に間に合わずに潰れてしまいました。でもおかげで私の資産として YouTube が残ったんですよ。YouTube でいろんなことを発信すると、なんとその中でね、たまたま後からブームが来るものがあるんですよ。2014年、私は暗号通貨ってものに興味を持って、ビットコインをはじめ複数の通貨を買って一人で趣味のようにねこっそりやってました。その中のエダってのも買ったんですけども、当時はね本当に趣味のようなものでした。暗号通貨って面白いなと、これがブレイクするかもしれないけど、しなくてもこの発想はすごく楽しいなと、で勝手に研究していったんですよ。して研究するごとに YouTube を撮ってアップロードしていきました。そうすると2017年、思わぬところからねテレビ CM 打たれたりとか、雑誌に出たりとか、雑誌が創刊されたりとかね、むちゃくちゃブームが来たんですよ。芸能人のガクトさんもその後に出てきました。おかげさまで私のチャンネルっていうのはその時に急増したんですよね。それがある時2000人から5000人になり、5000人から1万人突破したっていう流れなんですよ。
ですんでね、いろんなテーマを扱っていると、なぜかね、世の中がたまたまブームで押し上げてくれる時が来るんですよ。だから私は日々 YouTube をした方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、残念ながら私は麻雀ブームを起こせませんでしたけども、私が趣味のようにやっていた投資事とか、それからね、暗号通貨っていうのはなぜか世の中が盛り上がってくれたんで、おかげさまで私は押し上げられました。その結果1万人のチャンネル登録になり、あなたにもね、会えたわけなんですよね。で、ブームが去るだろうなと思ったところで、私は FX に転換したわけなんですけども、 FX も4年間やってると、なんとね、力がつくもんですよね。で、その時に今またね、FX のブーム来てるんですよ。ジャパンライフをはじめとするいろんなね、詐欺商品が出て、それによって被害を受けた方が信頼できるものは何かなと思った時に、 FX っていうのはずっと変わらないやり方なんですよ。ずっと変わらないんですよ。同じ手法で昔から500年前からやってるんですよ。ですんで FX っていうのは基本を覚えて、それがきちんと自分の中に落とし込めれば常に勝てるものなんではないかなということで見直されてきたんだと思います。私もそう思ってますんで、そのように発信することが多いです。ですんでね、 YouTube ってものをしっかり使っていって、YouTube で発信してる限り、何かのブームで自分のチャンネルの再生数が上がったり注目度が上がるってことが、これたまたま来るんですよ。そのたまたまの確率を上げるために、たくさんのテーマを扱う YouTube を発信していくことを私はお勧めします。ということでね、 YouTube の重要性とこの可能性がね、ちょっとでもお分かりいただけたかなと思います。そして何よりも、私は YouTube でここまで来たということは何よりの証明になってると思うんですよ。いや、私のね、過去の動画見てください。アップロード1本目、本当にたどたどしい動画でした。何を言ってるのか分からないですし、私はね、麻雀店の中から放送しました。家がなかったんでね。でもそんな中でも、人って私の話を聞いて信頼してくれるんですよね。まあ、ですんで、家が散らかっていようが、屋外で音声がやかましかろうが、とりあえず発信することって非常に重要になってきます。皆様にも YouTube をお勧めします。それでは一緒に YouTube を学んでいきましょう。失礼します。